皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ポケットモンスター実況プレイのパート7やっていきたいと思います。と前回は花田ジムを攻略しまして、でこれからまたちょっと次のところに行きたいんだけども、次の目的地は一応まさきのいる場所ということで、この人影をね前回仲間にしたので連れていこうと思います。早々にレベル上げたいんで、しばらく戦闘に配置して進めていこうと思います。人影大好きですからね他のバージョンの時はほぼほぼ確実にね人影選んでました。もう他に選択肢はないってぐらいね選んでましたね。さあちょっと他のねポケモンに支えていただきながら修行を積んで早く一人前にしてあげよう。山男多分ね相性悪い。あ、ちょっともうレベルがダメだね。よっしゃー、じゃあバタフリー念力。よし、振り返ります。それぞれ人がチラッと出して、んでヒルキングに交代。ニルゲリお入るか。よし、レベルアップ。頑張るなーってそりゃ頑張りますよ。この林は近所のトレーナーが練習に来る場所さ。そうなんだ。短パンこそが勝負しました。コラタレベル15のコラタ、さすがにこの状態でまだ人影に戦わせるのは厳しいね。ミドキングを出そう。よし、ミドゲリー、惜しいね、強い。鬼スズメ、また一瞬ね人影ちらっと出してから、からピカチュウに交代。電気ショック、よし、いいね、レベル12、なかなかできるねほっとけ。まさきの家に行くのか。その前に勝負しよう。さあ何を出してくる山男。イバークか、強敵だな。じゃあ、不思議そうでいこう。よし、セルの道。どうだ、これ聞いたろう。よし。一体しかに。
どこにアイテム置いてなかったかな。口場港のサントアンヌ号のパーティー。パパと言ったぜ。いいだろう。なんだ、豪華客船みたいな。え、そのパーティーに行ってきたんだ。ヤドン。ヤドンが相手なら不思議そう。おっと、負けたらんね。よし、レベル13。よし、悔しくないもん。私はミニスカート、彼はボーイスカート。そうかい。そうかい。ミニスカートが勝負しかできた。ニューランス。なんかいけそうな気もするな。お、やけどした。ラッキー。頑張れー。よしよしよし、いいぞ。あ、そんなに痛くない。あ、いけるいける。よし、そっか、やけどで攻撃力も下がってるのか。ミドラメス。よし、この行こう。お、こっちは結構痛い。よし、無理はさせない。ピカチュウ行こう。ピカチュウももうちょっとレベル上げとかないとな。よし、麻痺した。よっしゃー。いいぞ、ひばけどんどんレベル上がっていく。もうちょいで進化だね。目先に住んでるポケモンマニアのコレクション、見に行こうと思ってな。うん、俺もこれから行くとこです。はい、お、結構ポケモン持ってんな。これは長期戦の予感だ。うん、レベル分かってるけども相性が悪い。お願いします。不思議そう。ここに来て防御力上げてくる。よし、一撃。ではこれまた一瞬人影を出して、ですぐに交代。で、ツルの鞭だ。よし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 。もうね、この人がもう大事に育てるから。よしよしよし。念力。わあ、ちょっと残った。念力。レベル15。睨みスキルを覚えた。ではもう一回そこで。からの不思議そう。
鶴の虫。よし、やられたなていっ、僕はボイスカート、彼女はミニスカート。さっきのこのカリスさんですか。ボーイスカートが勝負しかけていた。ボーイスカートはコラットを繰り出した。レベル14。あー結構厳しいね。レベルは勝ってるけど、いい感じにダメージ受けちゃってきたな。ミドキング、ミドゲリでもう一打。よし、ではもう一回ヒットかけ出して、適度にピカチュウにも経験値与えときたいからな。わっと巻きつく。この頃の巻きつくって凶悪だよねこっちもげないんだもん。おお。よし、よし、勝った。よっしゃー。で、アタマシン19と地球投げだったっけかな。まあ覚えさせません。ん、君と僕は戦う予感。地球だけってあれだっけか、レベルと同じダメージ当たるんだっけか。アーボ、ピカチュウ。ああ巻きつけ、うっとうしいな。俺傷薬とか何も持ってなかった叩きつける。よし、もう一回行くわけ。そろそろレベル上がるんじゃないかな。まだかな。鶴の虫。よっしゃ、レベルアップ。お、レベル16ですよ。お、不思議さまで笑かった。よっしゃ、負けそうな予感がしたよおや、人影の様子が。おめでとう、人影はリザードに進化したやったね、リザード。いや、もっともっと育てて早くね、リザードンまで進化させよう。友達が可愛いポケモンいっぱい持ってるの、悔しいわ頑張って捕まえて。ミニスカートが勝負を仕掛けてきた。ミニスカートは謎の草を借り出した。こっちはリザードだ。また並び替えて使いやすいように。お、残るか。よしよしよし、キノコ。いやー、やっぱりリザード使いやすいよまだ技そんなにね種類多くないけども、
よしよし。イケリザード。キノコ。よし、楽勝。悔しくないもん。あれ、なんか同じこと言ってたやついなかったっけ今。まあいいや。で、お、ん、なんだなんだ。こんにちは、僕ポケモンちゃうわ。わいはまさきと呼んでポケモンマニアや。あ、なんやその目は。アンさん信用してへんな。本部屋で実験に失敗してポケモンとくっついてもうたんや。な、助けてくれへん。しょうがないな。ワインが転送マシンに入るさかい、分離プログラムを頼むで。そうや、そこのパソコンや。その操作をしろと。よし。いやあ、大きに大きに助かったわ。で、アンさん、ワタのポケモンコレクション見に来たの、見に来たのちゃうんか。なんや、おもろいな、おもろないな、ってか。ああ、そや、お礼っちゅうのもないやけど、これやるわ。お、鍋はまさきから船のチケットをもらった。今、クチバの港に3トンあんの5が来とんのや。ポケモントレーナーも行さん来るらしいで。チケットもらったのはええやんけど、パーティーとか好きやないからな。代わりに行って遊んでな。ありがとう。あ、あれいない。見れんのかな。見れないんだ。よし、これ一回出て入れば変わる。お、イーブ、これペル使ってますね。ブースター、サンダース、シャワーズ、それぞれイーブの進化系のポケモンですね。見た見た。よし、じゃあ帰ろう。帰りは楽だ。多分いろいろね、落とし物とかあったと思うんだけど、場所よく覚えてないからいいや。さて、これで一応話進むようになったのかな。あ、うん、遂げてくれましたね。とりあえず回復したい。さあ、次行こう。もうちょい進む時間あるよね。ではめちゃめちゃに荒らされてしまってます。ロケット団、ポケモンに穴を掘らせて、きっとまた悪巧みを考えてるのよ。だそうです。くー、ロケット団め、俺の家をこんなにしまいやがって。盗まれたバザマシンやマンキーやサンドに地面に穴を掘る技を教えるものだ。あれは高かったのに、帰るんだ。あ、こら、人の家の庭に入るなよ。え、俺？ただの通りすがりだ。全然怪しくないよ。怪しい？怪しい。非常に怪しい。さあ、
お、ワンリキ。めぐれで負けてんな。いけるかな。あ、辛いね。あ、辛いね。素直に逃げよう。ピカチュウに経験値を。叩きつける。お、タフだね。さすが。よし。もう一体、スリープ。リザード。失格。全然ダメージ入んねえ。キノコ。全然ダメージ入んねえ。おお、やばい。ピジョン。ここに来てまさかの強敵。電光石火。よし、もうちょい。風起こし。よし。へえ、参った。もうしないよ。見逃してくれい。調子ねえさな。わかった。盗んだ技マシンも返すよ。ナビはロケット団員から技マシン28を取り返した。それじゃ、俺は退散するから。バイバイ。まあいいか。見逃してやろう。穴を掘る。どうしようかな。覚えさせておこうかな。どうしようかな。ちょっとすると、まあ、いっか。覚えさせよう。じゃあ、鳴き声を。この時の穴を掘れば威力すごい高いからね。回復しに戻ります。よし、回復回復。じゃあ進みましょう。次向かうのが5番道路。多分俺が狙ってるポケモンはピカチュウバージョンだとここで出てくるはずだ。確率そんな高くないんだけどさ、ぜひゲットしておきたい。あえて草むらの方へ。あ、そうだ、戦闘バタフリーにしとかないと。ちょっとカット入れます。出てこないな。いや、また後で捕まえることにして少し先に進みます。長くなっちゃうわ。おっと、いきなり拾ってしまった。なんかまだあった気すんな。
草むら突っ切りながらもう一回街入っちゃいます。私たちはしばらくレベル上げとかしておきたいので、ここは戦わなきゃいけないか。いやー出てこなかったなー。お、このポッポ結構アグレッシブで攻撃するんだ。とりあえず電気ショックで一撃で倒しまして、次はまたポッポ。いや、ガンガン行こう。まあ、この先少しね、野生のポケモンのレベルも高めになってきてるから、レベル上げは楽だと思うんで。よし。レベル24。オッケー。次。じゃあピカチュウ。電気ショック。次ラッタ。ニドキング。二度蹴りで。外した。お、あ、削りきれない。カドリー、よし、レベルが19に上がりました。情けない、売られた喧嘩に負けた。いや別に喧嘩売った覚えねえんだけどな売ってきたのそっちだろ。とりあえずクチバシティに到着いたしました。とここでまあ事務船の前にサントアンヌ号だけかの方に乗ってパーティーに参加しまして、まあ、それから事務船ですね、まあ、それまでまた少しレベル上げとこうかなと思います。よし、あとね俺狙ってるポケモンもちょっと頑張って捕まえようと思います。はい、ではポケットモンスター実況プレイのパート7、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまだ見てきれなー。